マークークリスチャン一世の娘マーガレットの子。1488年、早期バーンの戦いで死んだ父の後を継いで15歳で即位。早期バーンの戦いでは、反乱軍の名目上の指導者となっていたのであるが、父の死に際して自分が演じた役割に気づいて、死順説の旅ごとにシリスを着用して、自らの罪の償いを行った。ジェームズ四世は大変有能な統治者で、 反乱を打圧し、芸術を奨励し、銃器製造や造船業などにとりわけ力を注いだ。イングランドとは1502年に平和条約を締結し、1503年にヘンリー7世の娘、マーガレット・チューダーとホリー・ルード寺院で結婚式を挙げた。二人の間には四男二女が生まれたが、成人したのは三男のジェームズだけだった。 イタリア戦争の余波でイングランドとフランスの間で戦争が始まるとイングランドとの平和条約とフランスとの古い同盟の板挟みになった。1513年イングランドの新しい王ヘンリー・パッセイがフランスへの侵入を図るとイングランドへ戦線復刻したがフロドゥンの戦いでノーフォーク港に大敗しジェームズ4世も戦死した。マーガレット・チューダーとの間には 以下の4男2女が生まれたが、三男のジェームズ以外は創生した。マリオン・ボイドとの間に以下の諸子を設けた。ジャネット・ケネディとの間に以下の諸子を設けた。ドラモンド教ンの娘マーガレットとの間に以下の諸子を設けた。バカン・ハク、ジェームズ・スチュワートの娘イザベラとの間に以下の諸子を設けた。ありがとうございます。